じゃあ磯貝サイモンの代表曲をお届けしたいと思います。カモンピアノ。Let's see.
楽しいな。いや本当にね、2年ぶりにこうして宮崎国際ストリート音楽祭帰ってくることができて本当に嬉しいです。こうしてね、また何度も何度も宮崎にやってきて、音楽をお届けしていきたいなと思っておりますので、まあ、今日初めてね見るという方もぜひこの機会に。ちなみに僕の磯貝サイモンという名前は本名ですから、ちなみに芸名じゃないんで、あの世代の方は分かると思いますけど、僕の父親がサイモンとガーファンクルが好きで、名前が付けられたという本名でございますので、ぜひそれも覚えて帰ってきてほしいなと思います。今日はあそこに物販も売っております。今年のですね1月に、ニューアルバムスポンジライクもリリースしましたが、スポンジライクは、3000円、ところが、今から歌う曲がシングルになっている、まあ、僕去年デビュー10周年を迎えましてね、東京でありがとうございます、東京でね10周年ライブをやりましたけれども、その時にリリースをした10周年記念シングルというのがありましてね、それが実は、まあ、カップリングにですね、僕のもうほとんどもうベスト版と言ってもいいような感じのですね収録曲が、5曲入っておりまして、それは1500円ということでね、安くなってますので、まあ、もしよかったら、このシングルの方、重々承知のハイジャンプという、今から最後にお届けする曲ですけれども、まあね、まあ、皆さんいろんなことにね普段チャレンジしたりとか、夢を持って夢に敗れて、いろいろな人生を送っていると思いますけれども、なんかね僕が思うのは、夢なんてねこうなんか叶わなくてもいいというか、それよりもなんかもっと大事なのはこう夢を追い続けていくこと、なんか追い続けていく姿勢がやっぱり人の人間の生き様、人生になっていくんじゃないかなというふうに思います。そんな曲を最後にお届けしていきたいと思います。本当に今日どうもありがとうございました。重々承知のハイジャンプ。ハイジャンプ、掴み抜く世界へ、今飛び込んで行こう、海だと見つけて伝えられたことを解き放て、グアーク最近心のドアを閉めちゃうの早くない夢なんか叶わなくてもいい、それより大事なのは夢をずっと追いかけることで、経験というシューズ履いて、失敗という靴紐も結んで、この後へのスタートライン、笑われるのも重症地、you
夕日もねちょうど差してきましたけども、はい、ということでですね、ここからは告知していた通りですね、この続々とですねちょっとここからコラボレーションを行いたいと思います。先ほどねありがとうございます、説明をしました、橋口康政さんを追悼してここから橋口康政や HGYM トリビュートステージやってみたいと思います。楽しいよ。じゃちょっとね準備しますんでね。あ、じゃあまずは呼び込みたいと思います。オンギター、中澤裕樹 from Going Underground。 ちょっとここからねステージ準備しますけれども、まあ僕もさっきね橋口さんとの思い喋っちゃいましたけども、まあ東京でね、橋口さんとは出会いましたけれども、宮崎でね、たくさん来るようになって、どっちかというと宮崎で会ってることの方が多いんじゃないかっていうぐらいですね、一緒にしておりましたけれども、やっぱりね、とても残していったものが多すぎました。36歳ね、やっとファーストアルバムをリリースしたばかりの橋口さんでした。フラットフィフスというね、アルバムでしたけれども、今日それそちらも売ってますが、まあ、そのアルバムにもね、入らなかったもちろん、まだアルバム未収録の曲もたくさんありましたし、やっぱねその意思をね継いで我ら、HGYM、まあ、モテ計画というね名前ネーミングになってますけれども、この団体名ね、橋口さんの音楽をやっぱりね、あのゴイングの総さんも言ってくれてましたけども、橋口さんは亡くなっても橋口さんの音楽はね永遠に生き続けますから、この宮崎の皆さんが応援してくれれば皆さんの心の中で生き続けますから、やっぱそれは僕らはそれをやっていこうということでですね、こうして集まりまして、今日はその橋口康政さんの音楽を、まあ、我らで奏でて今日皆さんにお届けしていきたいと思います。僕はピアノに移ります。あ、どうも HGYM モテ計画代表の岡田です。よろしくお願いいたします。先週ねその HGYM 感謝祭という東京編のライブを終えたところで、今日は、宮崎に来て明日は宮崎編ということなんですが、実は東京編のライブを、収録してまして、そのライブ音源を含む橋口康政トリビュートアルバムというのをですね、今年の年末、橋口君の一周忌のタイミングでリリースをしようと思っております。あのまた詳細は決まり次第ですね、あの順々にホームページやインターネットの SNS など SSN ってなんだよ駆使してやっていきたいと思いますんで、
私たちもモテ計画はずっとなんかバーってやって終わりじゃなく、ずっとこう細くでも長く続けていきたいと思っておりますので、皆さんの応援をぜひいただきたいと思っております。よろしくお願いします。あ、はい、どうも、再登場、ゴーイングアンダーグラウンドの中澤裕貴です。曲って何からやるの？シャンナン。あ、シャンナン言っていいんだけど、あ、じゃあ、あれですね、うん、グッチャンの曲はあれなんですよ、本当に、その、僕らミュージシャンからしてもすごく難易度の高い、実は曲があったりして、ね、ちょっと高校生がコピーしたいなって言ったら、ものすごいハードルなんで、ようやく僕らがね、まあこうやってこれからねいろいろ演奏させてもらうんですけど、まず歌がとにかく高い、どの曲ですね、ええ、本当に僕らを泣かしてくれますね。そうなんです。で、今から歌わせてもらう曲はまあその中でもフラットフィスというアルバムに入っている曲なんですけど、その中でまあ高い曲ですね。で、最も高い。そうなんです。で、僕さっきのゴーイングのステージではちょっとね、コーラスとかしかやらなかったんですけど、ちょっとだけ歌も歌います。で、橋口くんと同じく小和田かコンビとしてね。イエーイ、小和田か。中田さんっぽい高いです。そうなんです。名を馳せた、ね、身としては、ね、ちょっとこの曲を ね宮崎初披露、まさかね中継入ってるところで歌うことになるとは。イエーイ、ございますよ。もうね、いますか。お、じゃあ聴いてください。橋口康政でシャナナナ。Everybody, hello, morning girl. 今は素晴らしき日々が待ってるよ。君と紡ぐスペシャル。
ですね、これ。これですね。中澤さんじゃないと歌えないやつなかなかね。昨日の夜はボーイングアンながらの鹿児島にいたんですが、今日の朝起きてホテルで用意をしていた時に、中澤さん私の隣の部屋だったんですけれども、朝シャナナナって歌って練習してるの聞こえてきて、歌ってると思って、このほら裏声がねちゃんと出るかなって、昨日もまあ鹿児島で少々ねお酒をたしなんだんで、朝大丈夫かなと思ってこうちょっとシャワー浴びながらシャナナナって言ったらめっちゃ聞かれてたっていう、めちゃめちゃ面白かったそれ面白いです、うん、面白かった、いや出たからよしと思って今夜また冷えるかもしれないですねそうだね、明日ね、この内容をまた、4月30日 SR ボックスでもね、やりますので、まあ、今日はその凝縮版ということでやっておりますけども、明日はたっぷりと、はい、ゴーイングアンダーグラウンドと磯貝サイモンと、そしてトリビュートステージもたっぷりやりますので、ぜひね、お時間ある方はフラッと明日6時からやりますので、はい、当日券もありますので遊びに来てください、待ってます。ということでですね、次はじゃあ僕が歌わせていただき、今日本語歌詞次は僕が歌わせていただきます、去年のですね僕のツアー、16本やったツアーのファイナルが宮崎でやりまして、その時ゲスト橋口さん遊びに来てくれましてね、その時に、まあ、僕じゃあドラムを叩くんですけども、僕がドラムを叩いて橋口さんがピアノを弾いて歌ったというのがありまして、これ YouTube にもね動画上がってるんですけれども、もうねあの動画がもうすごい僕の中では思い出で、橋口さんの曲を最初に最後でドラムを叩いたっていう感じの曲になってしまったんですけれども、その意思を受け継ぎまして僕がその曲を今後ちょっと歌っていこうかなということで、この曲を、この曲も PV あるよね、あります、 YouTube ね、あります、はい、まあ、さっきのシャナナナもありますけれどもね、 PV ぜひ気に入った方は、まあ、CD も売ってますけれども YouTube とかでもねチェックしてほしいなと思います。ではその橋口さんのこれね名ラブソングをお届けしたいと思います。聴いてください、橋口康政でゴーリー。Thank you.